前回までの少年陰陽師は。じゃあね、こっちをあげるわ。取り替えっこね。同じ手など。グレ、マサヒロ、なるほど、これは極上。消えぬ傷、消えぬ傷、これが獲物の印よ。あとは私が引き受けよう。愚かだな、容易の誘いに惑わされ人として許されない道に入るとは。呼ぶな。陰陽師とは名ばかりの子供風情が。アキコは。まさか。アキコ。ヒロ。グレン、離せ。アキコが。よく見ろ。アキコ姫はまだ生きている。生きてる。その通り。だがそれも時間の問題だ。我らが主の邪魔な手をするフランチな奉仕をこの場で八つ裂きにしてくれるわ。何をちまちまと。ご自慢の炎でさっさと全てを焼き払ったらどうだ。金烈火変。無力無力、貴様程度我らの敵ではないわ。またリクゴ、何枠三万だ、千田枠。邪魔だ、失せろ。何するんだ。目障り。聖龍、ちょっと。力のなまった東打に守られるばかりの非力な子供。あんなものが生命の光景だと。大変相互も甚だしい。聖龍、いちいち突っかかるな。俺は確かに未熟で半人前だけど、今はアキコを助けるのが先だ。俺が奴をやる。新将たちは他を頼む。たわごと。ならば見せてもらおう。ナウマクサンマンダーボダナン。ギャランケイシンバリアハラハタジュチラマヤソワカ。はぁ、あ、女を記者たらに次第。乱ていた、もこていた。封じられた貴船の神を呼び起こそうというのか。ナオマクサンマンダーボダナン、何の花運だ。どうか今少し及ばぬわ。バカヒロ、もっと楽しめると思うたがな。やはり口だけか。そろそろ終わりにしようぞ。マサヒロ、しっかりしろ。マサヒロ、マサヒロ。マサヒロや、お前はきっとじいさまみたいな陰陽師になれるぞ。本当？でもね、どうしてもうまくいかない時もあるんだよ。そういう時はな、神様にお願いするんだよ。お願いしたよ、でもダメだったんだ。そうか、ではな、とっておきを教えてやるな。もう一度この国の言葉でお願いするんだよ。
この国の言葉。そう、正弘、お前だってよその国の言葉でお願いされたら戸惑ってしまうだろう。この国の言葉。あ、あまねき諸仏に帰依し奉る助祭の静粛に。東方降参勢、夜叉明王、西方大異徳、夜叉明王。これは南方組んだり夜叉明王、北方金剛夜叉明王。圧迫せよ、清めたまえ、再発したまえ、呪縛の鎖を打ち砕き、いでよ高狼の神。見たか青龍、これが阿部の生命が唯一認めた光景、その秘められた力の一端だ。一端、これがまだ全てではないと。正弘、おい、しっかりしろ正弘。クレン、アキコ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 。よかった、間に合って。己よくも死を、死の仇、その命であがなわせてくれるわ。グレン、正弘、な、何、アキコ。これでいい。まったく女の情念ほど恐ろしく悲しいものはない。正弘。
マサヒロ！愚かなり、愚かなり。傀儡と化した娘の様子にも気づけて、無能な、ほう、しよう。生命を施した封印の金冠が。どうだ。これは。グラ、封印を打ち破るほどに。またもお前は傷を負ってしまったのか。沈めねばならぬ。じゃないか。最高の誰にも負けない陰陽師になるって。届け魔を払うキャラの香り。グレンの痛みをどうか。俺のいるべき場所、俺の炎は全てを滅ぼす。ここにいれば誰も傷つけずに済む。だから俺はここに一人で。キャラの香り、これは。見つけた。モックン、なんでこんなところにいるんだよ。探したぞ。お前、ほら何やってんだよ。俺はこの姿。ここは寒いね。暗いし寂しいし、早く帰ろうよ。どこに。うちにだよ。決まってるじゃないか。でもモックンあったかいな。うちに帰るまで凍えなくて済みそうだ。嘘だ。モックン、トーダは冷たい恐ろしい存在だ。一人きりでいるのが一番いい。バカだな、またそんな顔して。言ったろ、痛い時は痛いって言っていいんだよ。俺が聞いてやるからさ。だから帰ろう、一緒に。ほらもう帰ろうよ、もっくん。マサヒロ、マサヒロ、どういうこと？誰がトーダを沈めたの？まさかこれも奴の力だと。マサヒロ、マサヒロ、死なせはせん。この命と引き換えにしても。生命、そんなことをしたらお前が。構わん。
なるほど、我を解き放ったのはその子供か。キフナの竜人、見ればまだ眼前ない。ここで死なせるには惜しい逸材よ。この身にかかった呪縛から解き放ってくれた霊もある。情けをかけてやる。ヒロ、もっかいバカだな。もっくんのせいじゃないよ。やっぱもっくんがいてくれないとダメだよな。心配ない、眠りについただけだ。マサヒロ、お前はどうしていつもそうやって俺を。貴船の竜人が解き放たれて雨が戻ってきたか。封印の金冠は近々改めて施してやろう。正弘が濡れてしまう前に帰るぞ。シンは破れたか。よかろう、手はいくらでもある。腹の足しにもならぬわ。ごめんなさい、マサヒロ。大丈夫だって。本当別に大したことなかったんだから。でも私覚えてるもの。私のこの手がマサヒロを。悪いのはアキコを操った違法の妖異たちだよ。そんなことしたくなかったのはちゃんとわかってるから。ごめんなさい。もういいから泣くなよ。アキコに泣かれると困る。気にすんな。元はといえば妖異どもの企みに気づけなかった半人前で頼りない見習い陰陽師が悪い。なんかトゲのある言い方だな。それに成り行きとはいえ貴船の竜人に借りを作ったしな。本腰入れて修行しないと天罰が下るかもしれない。もののけさん、それはどういう意味ですか？神様ってのはちゃんと敬わないとたたるのよ。貴船の神って言ったらこの国でも五本の指に入る神様だからな。その恵みを受けておきながら半端な陰陽師になろうものなら、たわけもの！ふんきっと天罰が下る。な、理不尽な。だってせいぜい頑張れよ、生命の孫。孫言うな。まあそういうわけだから、アキコは気にするな。マサヒロ、あのね、これを。生命様が匂い袋の効能おかげで大事に至らなかったっておっしゃっていたの。だからまた役に立つならと思って。うん、すっごく役に立ったよ。ありがとう。もっくんもお礼言えよ。おこぼれに預かったんだから。おう。じゃあ本当に効き目があるのね。よかった、役に立てて。ね、なんだよ。ボケーっとしちゃって姫の笑顔に見とれたか。そんなんじゃない。あ、いや、今のは別にアキコの笑顔がどうとかっていう意味じゃなく。うわ、必死だな。うっさい。もっくん、ちょっとあっち行ってろ。え、俺がいなくなったらアキコと二人っきりだぜ。え、ま、俺は別に構わんけどな。じゃ、お二人さん、あとはごゆっくり。待って、もっくん、お願いします。待ってください、もののけさん。もののけ言うな。お願い、一緒にいて。いやだね。いや、ちょっとそんなこと言わないで。ちょっともっくんってば。
そばにいてくれたね。いつも僕に勇気くれていた。第10話、淡き願いに依頼の声を。